今から最後の鳩を仕掛けに行きます。3番目ですね。これはですね、皆さんホッキ鳥を見てますとですね、ここから歩いてですね、あの包丁器のところまで仕掛けに行くんですね。そうするとその後に、今分かったと思うんですけども、あのこの前の方にですね、2羽私がこれに入れて、ちょっと高いところに置いてました。それアンナもそれを反応しましたね。ラッキーも反応したんです。ですからやはりですね、その通った後、人が通った後っていうのはですね、残臭が残ります。それから足跡も残ります。だから鼻で仕事をするよりも勘で仕事をするような犬になりますので、必ずですね、包丁というか、まあこれも一応包丁の一種ですけども、鳩仕掛けるのにはですね、犬の走るフィールドを絶対歩かないってことですね。フィールドの中の置き鳥をするところのやや上の方からですね、横に向かって仕掛けるところに行って、でまた同じところを帰ってくるって言ってくるだけですね。側臭を残さないように、これがですね、置き鳥の基本です。さてどうなりますかね。今から置き鳥を置きます。ありますからね。だから高いところにですね、残念ながら私耳を聞こえないもんで、すべてこういう場所のですね、見失いというか失敗するんでですね、私は花入訓練の初期の段階では必ず高い竹を切ってきてですね、叩きます。ここですね、鳴ってるかな。あ、鳴ってるけども私には全然聞こえなかった。ゲームを扱う場合はですね、必ず、
手袋は絶対必要ですね。でもこれはですね、手袋には人の匂いが移ってます、すでに。ですがそういう感性を持ったですね、訓練をやらないとダメだということで、だから置き取りをするときには手袋をするということはですね、これは基本です。訓練の基本ですね。